はい、今日もユニクロ購入品なんですが、今買って帰ってきました。先日ご紹介したユニクロのアイテム、結構毎日のように着ていまして、ちょっと同じもの色違いを追加で買ってこようかなと思って見に行ったら安くなっていた、たまたまっていうことで、ちょっと3点ですね、買ってきましたのでご紹介します。でまずリピートとかではないものからいくと、こちらのバッグを購入しました。ユニクロ U のバッグ、黒で見にくいかもしれないんですが、なんかこういうシュッてするやつ、前からユニクロ U でこういうバッグあったと思うんですけど、で私も何度か似たようなこういうタイプのものを購入したことあるんですが、今回のものってこう、このショルダーの部分、ここの生地がなんかこっちの生地と同じものになってて、それがすごくいいなと思ったんですよ。なんか高見えするというか、もうほとんどそのチープさを感じる部分がないなと思って、あと感じる部分で言ったらこういう金具部分だと思うんですけど、この金具の部分もなんかプラスチックではあるけど、あの安っぽい光り方をしてない感じ、ちょっとマットに仕上げてあるからかなりいいんじゃないって思っちゃって、どれぐらいの長さ感で持つのがいいんだろう、もっと低くでもいいか、いいかもしれない。すごいこのバッグのいいとこって、このバッグ単体の重さがないとこ、すごい軽やかで、物を入れてもその物の重さしかないっていうところがすごいいいなと思ってたんですけど、軽いからこその安っぽさが出るところがちょっと欠点だったのが、だいぶその安っぽさっていうのをほとんど感じない仕上がりになってるような気がしてる。で、外側にもファスナーついてるから、横に一応ドリンクホルダーみたいなのが両方ついているから、これからの時期いいし、中開けた時に内側にも一応、ファスナー付きじゃないけどポケットがありますっていう感じのバッグですけど、なんかこの紐のシャーっていうやつ、これもなんか結構ポイントになって、なんかルーズな感じが出て、もともとこの感じは好きだったんです。どうでしょうか、すごい、あ、いいかも、軽やかで、そしてあと今履いているこのパンツ、こちらがすごく気に入ったんですよ。前ご紹介、1個前の動画でご紹介してるかと思うんですが、本当にゆるりとしたデニムパンツ、前回白とグレーを買っていて、そう、どっちも本当によく履いてるっていうか、毎日交代で履いてるぐらいの感じで履いていまして、まあちょっとね、洗ってみてどうかなっていうのがいつもユニクロの商品ではあるので、これどちらも洗ってみたんですけど、まあ洗ったところで何かすごい変化が起こるっていうこともなかった。まあ若干シワ感は入るけど、すごい深いシワが刻まれたり、なんか風合いが変わったりすることもなく、柔らかいこの履き心地、肌当たりもすごく好きで、サイズが変わったりすることもなかったから、色違い最後ももう一色買ってきました。これ薄い水色62ブルーですね。私は168センチで L サイズを買ってます。生地とデザインがすごく好きだったので、最後ブルーを購入しました。でこれが安くなってたんですよ。3990円が2990円になってたから、あ、今買っとくしかないなっていうことで買いました。これで3色全部買っちゃった。でもうこれはあと完全リピートのものなんですけど、ユニクロ U のクルネック T シャツのブラック L サイズ、綿 100% のちょっとドライな質感のガサッとした感じで、少し地厚で張り感をちょっと感じるような T シャツ、これもすごく好きで、で綿100だから
洗った時に結構肩が崩れちゃったら嫌だなと思ってたんですが、まあそんなこともなく、あ、これはいいなと思いまして、でやっぱり私は黒い T シャツが結構好きなので、自分的にも似合うことが多くて、いろんな色着てみたんですよ今日。結構このラインナップって淡めのくすんだ色が多いんですよね、ユニクロ U で。その淡めのくすんだ色をいくつか着てみたんですけど、なんか私よりもっとよく見える方がいそうだなっていうような色味、悪くもないけど良くもないみたいな感じの色ばっかだったから、やっぱ黒にしようと思って、黒使うこと分かってるので黒を買いました。前回は黒ともう一色このレッドだったかなを買ってます。でこれも一回洗ってるんですけど、洗ってても別にって感じですよね。そんななんか芝っぽい感じでもなく、ちょっとこの夏はこちらの T シャツをたくさん愛用してみたいなと思ってます。ってことでこの T シャツとデニムを着てみます。はい、こんな感じです。あ、やっぱりいい、大好き。どっちのシルエットもすごく好きです。色味も想像以上にこの水色がまた履いてみるとすごく素敵で、なんか淡い色が得意な方は淡い色みたいな感じで合わせてもすごい可愛いかもしれない。すごく好き。これにこんな感じでこのバッグを持ってすごい軽やかで、なんか自分らしくいられそうなコーディネートです。ちょっと少年っぽいけど、これにサロモンのスニーカーとか合わせたりして、前回久しぶりにユニクロ行ってすごくこう自分にフィットするなってユニクロの商品で初めて思ったぐらいすごい好きなものに出会えたんですけど、なんかそれで思ったことで言うと、私もともとシンプルなお洋服が好きで、そんなにこう、なんか自己主張したいというよりは自分らしくいられて、そのシンプルな中に自分の要素を出していきたいみたいなタイプなので、まあそういう柄とかそういうのはないにしても、その中で何がいいかっていうと、生地感と形、フォルムに本当にこだわると、ユニクロの中でもいいものが見つかる可能性があるんだなっていうふうに思いました。なんかユニクロであんまり自分にフィットしてないなって思った時に、なんかちょっと、あ、ユニクロってやっぱり安いからこうなんだよなって思っちゃうことも多いなと思ってて、そう、私も今までそのやっぱりいいもの買わないととか、なんかそういう思考になりがちなんですよね、安く手に入れたものって。そうなんだけど、なんか実はその安いからっていう以前に、その生地の素材感が、まあ、安いものはもちろん素材もそんなにいいものが使えない可能性も高いけども、なんかそもそもその素材の雰囲気とか出してる存在感みたいなのが素材によって違うと思ってて、なんかそこを結構こだわって、私の場合は本当にちょっとでもこう河川っぽいエアリズムとかそうなんですけど、すごい冷たくてひんやりして気持ちいいんですけど、つるっとしたつやっとした光に当たった時にちょっと河川っぽさが出るものって、なんか自分が着ると自分を安っぽく見せる要因だなって思ったんですよね。だからその前回ユニクロ行った時はメイン 100% にこだわりたかったっていうところがあって、ただやっぱりユニクロって河川が強いブランドかなと思ってて、河川だからこそこう機能的な生地ができるし、安くも作れるかなと思うので、その天然素材でありながらいいものを見つけるってこと自体がユニクロでは結構難しいかもしれないんですけど、まあ、普通の T シャツとかだったらある程度メイン100とかでも自分の好きなものが出会えるんじゃないかと思って、
T シャツとデニムっていうこのシンプルなところでできるだけ自分の雰囲気に合う生地感を探すっていうことと、ボトムスもですね、なんかいろいろいろんな形試したし、いろんなブランドのものも履いてみたりしてるんですけど、その自分だからこそ出せる雰囲気みたいなことにこだわるとすると、かなりこうゆるっとしたオーバーなサイズ感で、しかもそのオーバーなのかどこがオーバーかによっても全然変わってくるなと思ってて、なんかこう 下がダバッとオーバーなのか、ここら辺のこう腰回りがズルッとしてるのかとか、どのオーバーが自分に似合うのかみたいなところも結構いろいろ検証してる中で、なんか私はなんだろうな、あんまりこの骨盤周りがピタッとしてない方がいいなって思って、このお尻とか骨盤周りが多分しっかりしたタイプだからこそ、ここら辺にゆとりを持たせてあげると、まあ、足首あたりがそんなにズルっとしてなくても、なんかゆるっとしたオーバーな雰囲気が出せて、それがこう余裕に見えたりとか、雰囲気としていい雰囲気が演出できる可能性が結構高いなと思ったので、そう今回は腰回りがズルっとしてるものが出ていたので、買ってすごくフィットしたっていうところがありますね。なんか一言でオーバーサイズといっても何がオーバーなのかも違うし、自分の体型にどこがゆとりがある方が似合うのかとか、それがいろいろなんだなって、デニム一つとってもいろんなものがあるから、そこをなんか試すことがユニクロだと簡単にできるし、試着とかも すごいしやすいじゃないですか、ユニクロとか。こうなんかその試着がしやすいっていうのもすごく自分にとっては実験しやすいメリットではあって、買わなくても自分に似合う形を探せるチャンスがあるっていうのがありがたいなと思ってますということで、熱弁しちゃったんですけど、好きなデニムに出会いましたということで、もしこの骨盤周りのゆとりが欲しかったんだよなみたいな方がいらっしゃったら、このデニムちょっと履いてみてください。とてもおすすめです。この T シャツもすごくおすすめ。これ骨格ナチュラルの方とかにはすごいフィットしやすいアイテムなんじゃないかなと思うんですよね。意外とそんななんかなんだろう、この T シャツに関してはすっごいなんかオーバーすぎる感じのデザインでもないから、私はこれメンズのサイズ感の L 選んでるんですけど、オーバーすぎてちょっとテロッとした生地だと落ち感が出すぎちゃって、ここら辺のラインが出ちゃうことが結構多いなと思ってるので、そのいいぐらいの張り感が出るようなサイズ感も生地感もちょうどよくて、とてもおすすめです。ってことで、最後までご視聴ありがとうございました。